英雄学校でも大活躍すると信じています。アリスも来年地平道吐いてでも合格しますね。話したらお兄様がどこか遠くへ行ってしまいそうで。学校へ行くだけだよ。 One hour later。 さあ次の訓練よ。二人組を作りなさい。こらそこ、あんたたちは組んじゃダメ。マリアとアマネ、あんたらも組んじゃダメよ。ノルさん、お手合わせ願いますか。身に余る光栄です。なんだかまた新しい女。自習させてる間に俺も自分の宿題やっとかないとな。目も当てられないからな。うわ、古橋。ごめんね、ゆいがくん。 5 minutes later。 ゆいがさん。はい。すみません、この設問の意味がよくわからないのですが。どこだ、尾形。ですから、この問い2の。あー、絶対今当たった、絶対今当たった。 A few moments later。 ただいま。兄ちゃんおかえり。今日は食べられる草いっぱい見つけたよ。今日は遅かったのね。おかえり。もうすぐ晩ご飯できるから。お兄ちゃんからよその女の匂いがする。姉ちゃん相変わらずブラコンだな。ねえ。は？特にここここって何言ってんだ瑞希。また同じクラスね。皆川さん離れて。お兄ちゃん。お兄ちゃんこの人誰？ただのクラスメート。仲いいの？他にも女の友達いるの？ごめん、こいつブラコンで。いいじゃない、可愛くて。それであなたは兄の何なんですか？何なんですか？私たちはただの友達。まだね。ホタル、痛い。前に私から告白したの。でも返事もらってなくて。だからまだなのよ。早く振ってあげなよ。期待持たせたらかわいそうだよ。ホタル、好きじゃなくはないけども。お兄ちゃんのバカ、付き合ったって傷つくだけだよ。ごめん皆川さん、でも軽々しく付き合うとか言えなくて。だって付き合ったらその結婚とか。本当に真面目だわ。だから好きなの。じゃあもう少し待ってみようかな。一緒に可愛がってあげるから。スバル。はい。ジロー君に代わって。目。どうしてお前がそれを持っている。何かご用でしょうか、ご主人様。嘘だ。ご主人様。さあ何でもお申し付けください。簡単な命令にしたつもりが、人としていけないことをしたようだ。クレオ、お前こんなところで何してやがる。それはこっちのセリフだよ。まさか、まさか先輩が女装趣味のある変態さんだったなんて。は？私の兄さんを返せ。おはようございます。おはよう、ほのかくん。おはよう、お兄ちゃん。かすみちゃん、おはよう。悪いね、手伝ってもらって。あのね、この前の日曜日なんだけど、朝、お兄ちゃんに電話がかかってきたじゃない？クラスの連絡網があってさ、たまたま順番が。順番？
月曜の午前中にお楽しみ会をやるって連絡だったかな。お楽しみ会のお知らせだったら、なんでその後あわあわして出て行ったの？だって女から電話があった後すぐだったから。この僕が休みの日に女の人と何を急に。もしかして電話の相手って姫？なんだよ。お兄ちゃん日曜日待ち合わせ場所に1時間以上前からいたのに、随分とまあ姫様の尻に敷かれてるじゃない。おま、あの日の一部始終見ちゃったってわけなんだ。二人とも何してるの？ご飯よ。まあ今はいいや、遅刻やだし。